ええ、あれは忘れもしない。1987年4月のことです。私は友人からある奇妙な依頼を受けました。とある大富豪の遺品である蔵書が大量に競売にかけられていて、その一部に民族学的にも考古学的にも、あるいはオカルト的な意味でも極めて価値の高いものが含まれていると思われる作用です。87年、六軒島での事件の半年後。さようです。それらの蔵書は六軒島での難を逃れたものと説明されていました。それを島の所有者である後宮江橋が競売に出したというのです。まず蔵書を鑑定して分かったことは、後宮江橋には民族学的な教養は全くなく、そしてその蔵書の本来の持ち主である後宮金蔵氏は日本で五氏に入る悪魔学の権威であったことは間違いないということです。少なくとも神秘学の見地から言えば、その発見が世界に与えた衝撃は司会文書発見にも匹敵するものでした。後宮蔵書にはなんと千年以上にもわたる間その存在だけが知られているにもかかわらず、発見されていなかった数々の極めて重要な文献さえ含まれていたからです。
この一件により六軒島の名は全世界に知れ渡ることになります。そして同時に六軒島の事故によって未発見のさらに価値ある蔵書が大量に失われた可能性が高いことも全世界に衝撃を与えました。これにより六軒島と後宮蔵書の名は我々にとって生涯忘れないものとなったのです。そしてそこへ起こるのが例のメッセージボトル事件です。これがあの島を魔女の島に変えた。伊豆諸島の無名の小島がオカルトの島へ、そして謎の魔女ベアトリーチェの島へと変遷していったのです。後宮蔵書とメッセージボトル、このどちらが欠けても六軒島魔女伝説は成り立たなかったと言えます。メッセージボトル、はい、空の瓶に手紙を封印し海に投じるという不特定対象への通信方法です。無人島から SOS を発信するというのが有名ですが、海外の有名推理小説の影響で自らの死後に真実を告白するという時間差的な遺書としても知られるようになりました。六軒島メッセージボトル事件はまさにこの後者だったのです。近くの島の漁師が拾っていたというやつですね。さようです。式根島の若い漁師が手紙入りのワインボトルを拾っていたことが分かったのです。この若い漁師は興味本位からそれをたまたま保管していました。それが後宮蔵書で六軒島が世界的注目を浴びたため公表したというのです。その漁師による捏造の可能性は？もちろんその可能性も否定できませんでした。ワインボトル内のノート片には後宮家のとある人物の署名がされていました。後宮マリアという少女です。しかし彼女の遺品の肉質から別人の筆跡であることが確認されました。別人の筆跡？さようです。少なくとも少女より達筆で年齢のある人物によって書かれたことは疑いようがないでしょう。彼女の名を語った何者かが執筆した可能性が極めて高かったのです。よってこの時点ではノート編の内容の信憑性は薄いと考えられました。警察は現場の状況とボトルの封印状況から捏造の可能性は低く、事故直前の数日以内に投棄したものと判断したようです。また双方の筆跡は一致しました。これにより漁師の発見したノート片の信憑性が増すこととなりました。メッセージボトルの内容については週刊誌などが繰り返し報道しているようですが、説明がいりますかな？いいえ、一応知っていますので。この奇妙な日記風式には
台風で島に釘付けにされた牛の宮家の親族たちが魔女復活の儀式に巻き込まれ、次々に不可解の方法で殺されていく様子が記されていました。そして最後に黄金の魔女ベアトリーチェが蘇り、すべてを黄金鏡に飲み込む。まるでそれこそが当日の全容であるかのように記されていました。また当時の島の状況についても非常に詳しく描写されており、後宮家に勤務したことがある元の使用人たちは間違いなく内部に詳しい人間が書いたに違いないと証言しました。そのおかしな幻想小説と後宮蔵書以降のオカルトブーム、そして結局は真相は闇の中という三つが合わさり、六軒島の魔女伝説を生み出したと。さようです。すでに10年以上が経過した事件ですが、未だに世界のオカルトマニアの関心を集めています。いや、むしろ時間を得てますますに深刻化されたと言っていい。上陸禁止になっている六軒島に密かに上陸しようというマニアも未だに多いとか、未だ未発見のメッセージボトルがあるのではないか、そしてあの日あの島で本当は何があったのか、未だに議論はつきませんとも。確か漁師のノート編と警察のノート編で内容が全く違うと聞きましたが。さようです。このせいで六軒島ミステリーはさらに面白みが増したのです。2つのボトルの中身はどちらも事故前日から当日までを記した日記風の式です。しかしその内容は共に前日から当日を記した内容であり、にもかかわらず内容は全く異なったのです。まるでどちらかが真実でどちらかが虚偽のように、あるいは両方とも虚偽なのかもしれない。しかし始まりと終わりだけは一致するのです。始まりは親族たち18人は台風で島に閉じ込められた。そして終わりは全員が死に、黄金の魔女が蘇り、全ては黄金鏡に飲み込まれる。あの島で何があったのか、唯一の生存者である後宮エヴァ氏が沈黙していた以上、あの2日間の出来事は全てが闇の中です。この2つの日記はその闇を埋める仮説をこともあろうか2つも提示してみせたのです。どちらの日記でも2日間を説明できる。しかしどちらが正しいのか、あるいは正しいことが含まれているのかさえわからないのです。誰が何のためにメッセージボトルを？事件10周年特集を組んだ雑誌が以前大々的に取り上げたでしょう。あの仮説が今日では最も支持を集めているようです。しかし面白みには欠ける。あの島であの日何が起こったのか、それを考えるのがウィッチハントの醍醐味なのですな。ウィッチハント？ああ、六軒島ウィッチハントとはこの事件の真相をオカルトの側面から説明しようと試みるマニアの集いのことです。後宮蔵書から謎の2日間、そして黄金の魔女の伝説など六軒島に関わる謎は今でもマニアの間で盛んに議論されているのです。10周年の時にはニューヨークで国際コンベンションも開かれました。私も日本の代表として参加してきましてね。
海外の熱心なウィッチハンターと様々な交流をしてきましたよ。海外では魔女はとても人気のあるカテゴリーでしてね、参加者の年齢幅も下は小学生から上は著名な文化人まで実に幅広い。日本でも近年ようやく